中国電力は12月に再稼働を予定している島根原発2号機について原子炉に核燃料を入れる燃料創加の作業を始めたと発表しました中国電力によりますと28日午後1時ごろ島根原発2号機で核燃料を燃料プールから原子炉へ運ぶクレーンの動作確認が始まりましたこれからおよそ1週間かけて 原子炉に核燃料を入れる燃料総化作業を行い12月下旬の再稼働を目指すということです一方再稼働後の課題は今も残っています東日本大震災を教訓とした新規制基準では原発にはテロ対策施設を設置することを求められています島根原発2号機には2028年8月までの設置が義務付けられており 間に合わない場合は原子炉を停止しなければなりません施設の設置を進めるには地元自治体の了解が必要となります今月25日、県に事前了解を求めるため中国電力北野達夫副社長の訪問を受けた丸山達也島根県知事は県議会などの意見を伺った上で判断をしていきたいと話しています